まってしまった。しかしこれはオウンゴール。どうしたんでしょうかね、これは。北澤さん、今のプレーですがいかがでしょう。でもまあ形はどうあれ1点は1点でしょうね。さあ、ウェストミッドランズビレッジ、オウンゴールで失点してリスタートとなります。ハイレベルな試合の中でもこういったことが起こるんですよね、はい。まあ、こういう形であれ1点は1点ですから、もらった方は非常にラッキーですよね。そうですね。クリスティアーノ・ロナウド、やられましたね。サイドに抜ける、チャンスだ、フリーだ、抜けてくる、シュート、クロスバーの少し上。ここはカットします。ポルトガルはこの序盤に先制点を奪いリードする幸先いい展開ですね。非常にいい立ち上がりですよね。先制点を取ることで余裕が生まれますからね。この後自分たちのサッカーをしやすくなりますよね。チアゴ、大きくサイドを変えます。このファーストハーフ中盤に1対0のリード、さらにはポゼッションで相手を上回っている状況です。入りから非常に良かったですよね。結果で見たらいい流れなので、いかに切らさないでいけるかですよね。長いボール縦に入れます。シソコ、縦にボールを送ります。ウェストミッドランズビレッジ、これはスローイン。収まりません。ボール入りましたよ。さあ、クリスティアーノ・ロナウド、低いボールだ。このボールに触ります。マイカー・リチャーズ、これはつながりません。裏に味方を走らせる、打つか、抜けてくる、シュート、うまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。ヘディング、このボレーシュート、惜しい。味方を走らせる、シュート、スローインとなります。マイカー・リチャーズ、ロングフィード、オープンなゾーン。さあ、ポルトガルボールです。リチャーズ、ヒル、ウェストミッドランズビレッジ、起点となるアクションを作っていけるのか。スルーパスを出す、
来ても無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。ファビオ・コエントロ、サイドのスペースを使う、拾いたい、いや拾いますね。チアゴ、ヒューズボール、低いクロス、裏へのスルーパス、これを読んでいた、一瞬のクリアですね。ブルーノ・アウベス、縦にボールをつないでいきます。ザビオ・コエントロ、さあ前線へ。前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。45分間戦って1対0、ポルトガル今のところリードという状況です。見ていて攻守のバランスもいいですし、ゴール前での選手の動きも素晴らしいですよね、はい、後半もこの調子でいいと思いますよ。ポルトガルがまずは1点先制して後半へと向かいます。後半ゲームはスタートしています。ファール、カードをもらうかもしれません。さあフリーキック、ちょっと角度がないというところ、直接狙うにはちょっと距離がありましたけどもね、しっかり枠に飛ばしてきましたね。いいキック持ってますね。ここで受けるチャンスになる。バックスの緩慢なプレーにしっかりつけ込む、いいシュートでした。相手のパスミスからでしたからね、このチャンスをものにしておきたかったんじゃないでしょうかね。どうする、打てますよ、来た、シュート、アグドンラフ、裏に味方を走らせる、シュート、来た、同点。ウェストミッドランズビレッジ、ここでスコアをフラットに。いいですね、流れ来てますよね。今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。これで今日のゲーム面白くなってきました。もうこのレベルになってくると、一つの試合で大きなチャンスっていうのはそんなに何回もありませんからね。そうですね。それを確実にものにできた方が最終的に勝者となるんでしょうね。はい、ルーパスを出す。ポルトガルとしては後半の入り方は良くなかったですからね。まずは落ち着いてゲームを作り直したいという状況でしょうね。まだ同点ですからね、焦る必要はないと思いますけどね。絶好の位置、来た、チャンスだ、シュート、来た、アグボンラフ、素晴らしいグランダ製のシュート、勝負ですね。倒されます。これはペナルティーエリア内、足いっちゃいましたね。ポルトガルペナルティーキックを与えています。決まった、勝ち越し、冷静に押し込みました。完全に逆をついてましたよね。ペナタック蹴ってましたよ。ウェストミッドランズビレッジ、勝利に向けて一本抜け出しました。ヒル、アグボンラホ、スペースへ出す、チャンスですよ、
自分で行く、頭で来た、残ってるまだ、前線へのボールチップで落とす、このパスはキーパーへ、走らせる、抜けてくる、ここ仕掛けてほしいですね、ここで受ける、絶好の位置で受ける、自分で行く、撫でるようなボールタッチ、キーマッタ追加点、ウェストミッドランズビレッジリードを2点に広げます。アグボンラフ、相手のマークをうまく外し確実に打ち込んできました。北澤さん、このゴールどうご覧になりますか？そうですね、しかもシュートの位置も最高でしたよね。相手のバックスはその前にもう対応遅れてましたからね。結果的には蹴ってはいけないエリアにバイタルができてしまいましたからね。しかしこういうチャンスを落ち着いて決めるあたりが素晴らしいですよね。さあ、ウェストミッドランズビレッジリードを2点に広げてリスタート。ウェストミッドランズビレッジとしてはまあプラン通りといったところでしょうかね。今日はうまくいってるんじゃないでしょうかね。来た、こう来たな、シソコ、ボールを拾う、カットです、ダリオポエントロ、前線へ出す、打つ、しのぐ、ポルトガルがホームでのこのビッグチャンス、ものにできません。結果的に大きな場面だったかもしれませんね。アグボンラホ、サイドのスペースへ走らせる、フリーですよ、いい展開ですね。中は枚数います、大きく縦へ、ここは読んでいました。クリスティアーノ・ロナウド、手を使います、サイドを使います、左サイド上がってきます、スルーパスを出す、いいオーバーラップですよ、マイカー・リチャード、チャンスですよ、ボンラフ、もう一つ前に行きたい、チアゴ、ここで笛です、3対1、ポルトガル敗れました、逆転負けです。さあ、北澤さん、試合の総括をお願い。